12月14日火曜日のゾンでございます。早速です、本日のゲストをご紹介しましょう。ニュースター、キムヒョンジュンさんです。もう、キムさんと言いましたらですね、まあ、韓国版の花より団子で大人気を。ねえ、何とも言えないこの空気感がありますよね。もう圧倒的なこのオーラを感じますよね。ありがとうございます。実は今日ね、来ていただいたのはここでもないんですよ。実は今晩ね、東京ドームでイベントがありまして、来年の1月に韓国で放送されるチャリティー番組の公開収録なんですが、この東京ドームでなんと、まあ、ゲストとしてヒョンジュンさん登場するんですけども、なんとその司会をするのが私という。よろしく。もうこれもありがとうございます。本当に。ね、本当になったんですけど、こちらこそって日本語で逆に言われてます。他にもね、すごいですよ。もう、アジアのスターのベ・ヨンジュンさん、ヨン様、ヨン様、ガストさん、マルコ様、台湾から、それからなんとサプライズゲストがですね、多数まだ他にもいらっしゃるという、ことなんですよね。まあ、このイベントにしようですか。특히 연말에 이제 와서 있는 여러운 친구들위해서 이렇게 여러 이제 각 배우분들이 모여서 이런 행사를 하니까 정말 뜻깊고 즐거운 연말 크리스마스 될 것 같아요. 年末が、 この時期にですね、 아시아で 困っている人たち、 子供たちがたくさんいると思います。 そんな人たちのために、 いろいろな歌手や俳優の人たちが集まって、 とても意味深いイベントになると思います。 いいクリスマスのイベントになります。 ありがとうございます。まだ今のことで全部把握できない方はこちらのホームページの方を見ていただければ。なるほどなるほど。ホームページが開設されたということですね。はい、日本さんの講師講師の、でまずちょっと日本をより知っていただきたいという思いで、今日はですね、代表する3名の女性が来ているんですね。キレンジャー、ピクレンジャー、ヒドレンジャー、ヒドレンジャー、ヒドじゃあ、それではですね、せっかくですので、やっぱりより日本を知ってもらうということで、日本を代表するジャンボ一発で、今から行きますので、日本を代表するこのジャパニーズギャグです。見てください。ブラジルの人聞こえますか？ブラジルの人聞こえますか？こんな生放送で困らせるじゃないよ。通訳の人がブラジルの人カムダムになっちゃったから。いや、もうやってたんだ。先生には聞こえませんでしたし、韓国の人にも受けませんでした。ということで、すいません。はい、ありがとうございます。こんなメンバーでお届けするのは、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。楽しんでってください。はい、それでは参りましょう。一緒に行きますよ。ドンですからね。ドン起きるだよ。じゃあ今日のちょっと気になるは、超簡単電子レンジで激うまレシピ大好評、電子レンジレシピの第4弾、電子レンジ激料理クリスマススペシャル。本来ですね、非常に手間のかかる料理を今回は電子レンジを使うことで劇的に簡単に作ってしまおうというコーナーで、第1料理式第4弾を迎えました。今回も電子レンジ料理ならこの方、料理研究家、そして大の宝塚ファンである松田優子先生です。大地さんってもう神様みたいなことでしょ。もう呼吸止まっちゃう。大不安なんですよ。ありがとうございます。でマイナイミーもね、はい、ご覧になったんですよね。あ、そうそう、どうでした。無呼吸になってしまいました。危ない危ない、ね、もう今日の先生もなんかどこか娘役みたいなのがいいですね。嘘ですよ。この町屋先生早速作ってもらいましょう。まず本業の方お願いします。今回クリスマスということで、メニューはなんとあっという間に出来上がり、簡単ロースビーフを作っちゃいます。
ートビール電子レンジで簡単に作っちゃいます。はい、はい、お願いします。はい、それではタレから作っていきましょう。まずお醤油ですね。お醤油を入れていきましょう。お醤油大さじ3杯、はい、タレも電子レンジですね、はい、それからお酒ですね。お酒も入れていきます。お酒も大さじ3杯、もうタレもね、一つのボウルでできてしまいますからね。はい、お水ですね。お大さじ2杯、はい、それから、お砂糖ですね。さあ、大さじ2杯です。ノートビールってやっぱり作るのがめんどくさいから、とても神経使いますね。買ってきちゃいますね。買ってきちゃいますね。他の料理もやんないけどね。それを今回は、ラップをしません。ラップしないっていうのは、はい、煮詰めるという感じですね。ですから水分が蒸発させたいので、今日はラップなしで。はい、まずタレ。3分間。3分間。スタート。はい、さあ、これがこれでタレを作ってます。はい、お肉の方に、はい、行きましょう。下ごしらえです。そうですね、下ごしらえとしてまず味をつけていきます。はい、お肉は 100g ですね。適量です。そうですね、これ、失敗しない分量ですね。もっと多く食べたいという方は100g ずつ作るといいです。そうですね、それが一番綺麗に出来上がったと思います。これすごいいいお肉そうなんですけど、うちはこんなに出ないんですよ。いや、もう今日本日のお買い得という。はい、そんなにいいやつじゃなくていい。桃井ちゃんとは何これ、偽物の自分みたいな感じで。何だこれ、やめなさい。偽物の自分。お肉には塩、そして黒胡椒、粗挽きのカリッと。結構、あと両面ね、今日はね、たっぷりとちょっと、はい、つけていきますね。塩ですね。それから、黒胡椒ですね。それから、やはりカリッとですね。今日のポイントは塩とそれからやはりこの、サラダ油を、ね、両面に塗るっていうのがとても大事なポイントですね。なぜサラダ油なんですか。はい、これはね、表面だけに焼き色をつけるっていうか火を通したいんですね。それで中はレアな状態にしていきたいですね。そういう時にはお塩とかサラダ油効果を発揮しますので、ちょっと塗ってくださいね。たっぷりサラダ油いいってことですね。はい、どうしよう。はい、これで下ごしらえが完了しまして、ここ調理がここから1分です。はい、もうここから1分です。ここから1分で。ね、できてしまう。はい。では、練習の方に行きましょう。ノーストビーフが1分でできると思いますか？今度ラップなしで。はい。今度もラップなしでね。ラップはなしで。焼くという作業ですから、いませんね。ラップなしで。はい。できそうもないじゃないかって言います、今。大丈夫です。これ、もういかがですか？600ワットの電子レンジで30秒間加熱します。今回はそうなんですけども、レンジの種類やワット数、分量などによって少しずつ異なってきますので、ご家庭で作る場合は中の状態をちょっと確かめながら作るようにしてください。すごい香りがタレからしてます。タレの方も随分。レンジ使うことはありますか？すべそう。で、高草で手を守って、はい、家でですね、ささみなどを体に温めて、食べることがあります。もう今30分経ちました。嘘つけって言ってますよ。どうなってるんでしょうか。こういう感じですね。まだですね。まだですね。そしたら、裏返していただいて、裏返して、はい、また、裏返して、からんからんのね。はい、からんのね。そうしたら600ワットにして今度は20秒です。じゃあタレにつけてちょうど全体が柔らかくこれをタレに通すとちゃんと一瞬完全に巻き上がる。もう完成間近ですよ。大ちゃん、なんですか今のは。なんですか。ねえ、すっごい息が止まった。息が止まった。しばらく離して誰か見せてみましょうか。中もご覧ください。あー、
すごくない？すごいな、すごい。50秒です。めっちゃうまそうや。すいません、うまくいきますよね。先生、緊張しちゃってる。大地さん見てますよ、先生。大丈夫か。先生、大地さん来ました。先生、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 大地さん。大地さんに食べてもらうんですよ。もう先生の力が抜けちゃう。先生もピンテレジャーじゃないか、今日。腰抜けかけてますから。大丈夫ですか？可愛くの乙女みたいなコメントになってます。はい、すいません、遅くない。これ、はい、できましたね、これ。はい、完成。はい、皆さんに一緒にいただきます。ありがとうございます。ジャンビさんと大地さん。先生、早く先生、大地さん、見てますよ。ちょっとどうぞ。ちょっとどうぞ。はい、いただきます。あ、どうぞ。これ、箸が全然合ってないな。おいしいですか？おいしい、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 電子レンジで3分、プチクリスマスケーキのスタート。まず、500ワットの電子レンジで2分間温めます。ご覧ください、こんなに膨らんできましたよ。2分経ったら、さらに200ワット、もしくは配送キーで1分加熱します。果たしてどんなケーキができるんでしょうか。続きはスタジオで。弱めに設定して温めることで熱しすぎずにちょうどいい加減ができるということですので、この熱がちょっと通ってないかなと感じたら、はい、完成です。完成です。完成です。レンジってすごいですね。すごい。あ、おいしい。うまっ。チョコレートが。おいしい。まだ子供も喜ぶね。そうですね。これぐらい。切り分ける必要もありませんからね。はい。ケーキってどうしても大きいの買っても残ってしまうと、はい、残りがおいしくないじゃないですか。ちっちゃい子なんかこのぐらいがいいんです、サイズ的に。ですから、こうパッとこう剥がしていただければ、出てきます。小さいですね。自分でトッピングする楽しみもありますし、いろんなトッピングの仕方があるんですよね。親子で作れるからね。危なくないじゃないですか。これはいいわ。こちらローストビーフ、そしてクリスマスケーキのレシピは番組ホームページに載っていますので、ぜひ皆さん今年のクリスマスはお試しください。以上、ザポッキーナルでした。はい、さあということで、今日はこの後ね、東京ドームでね、イベントがございますね。今からもうね、先に行ってリハーサルをもうやらないといけないんですよ。で、今日曲歌っていただけるんですよね。ね、歌も。うん、ね。来たした。はい。で、ご近所や。メインテーマご近所。ね、それくらい。はい。小室哲哉さんが作ってくださったテーマ曲なんですけども、今日のイベントで歌います。当時でもですね、今日するということなので、ぜひ皆さん会場でお待ちしております。東京ドームでお会いしましょう。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。